こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、ちょっとプラレールの改造したいと思います。で、何のプラレールかと言いますと、以前に紹介したこちらのハローキティ新幹線、これの後備車、このライトをつけたいなと思います。で、テコロジーの500系新幹線ってね、もう売ってないんですよね。まああれからジョージ石原結構探したんですけど、まあ中古ショップとか行ったりとか、売ってないんすやっぱ売ってなくて、で、あれとこれひょっとしたら、あの別のね、別のテコロジーでもこれいけるんじゃないかなと思ったんす。なので今回は分解して、あのライトつけられるかどうかやってみたいと思います。ではまずは開封していきます。で、こちらのテコロジーなんですけど、923型のドクターイエローのテコロジーになります。ではですね、光らしてみたいと思います。前が黄色で、前が黄色で、後ろがオレンジ色、赤色、はい、そんな感じですね。では開けていきたいと思います。ネジ外すところはどうだったんですかね。これ多分ここはなんか外さなくてもよかったような気がするんですが、まあ、とりあえず外してみます。とりあえずね、あのこちらの 1,2,3 箇所外しました。これで多分ね、外れましたねちょっと待って、まあいいや、とりあえず、はい、外すとこんな感じですね。とりあえず、ここね、この2箇所でネジ外します。はい、これで外れました。違うね、違うんだね。とりあえずバラしてみましょうか。はい、とりあえずね、ハローキティの方もバラしてみて、見るからに違うんすけど、こうだから、この中にこの LED っていうんですかね、このライトの部分が入ってくれればいけんじゃないの。なかなかダメなのかな。ここ入れといて強引に止めたらどうなんだろう。いいんじゃないこれで強引に止めたらいいんじゃない。でもなんかね、ライトがちゃんと入ってないから気持ちよくは光らないっすよね。とりあえずでもちょっとこれでね、とりあえず止めてみます。で、この部分はもうネジ入らないです。ここはもう止めずに、まあね、この2箇所だけ止まってたらとりあえずはいけると思うんですよ。外れることはないと思うんで。ということでね、この2箇所だけ止めました。見えますよね、一応。ではですね、これで走らせてみたいと思います。でですね、ちょうどあのチャケさんがですね、コース作っていましてですね、ちょっとそれをそのままお借りしたいと思います。でですね、とりあえずプラレールのね、レールの上でちょっとね、手転がしだけちょっとしてみたいと思います。ちょっと明かり消しますね。上から見ると一応それっぽくは見えますが、この角度だとなんか車体のここだけが光っててちょっと厳しいっすかね。まあ、とりあえずね、走らせてみます。はい、では行きます。はあ、あ、でも光ってる。いい感じで光ってますよ。正面はね、めちゃくちゃかっこいいんですけど、問題この後ろっすよね。あー、大丈夫。なんかすごくね、明かり自体はね、どうしても漏れちゃうんですけど、いや、いいんじゃないですか、これ。これだったら。どうですかね。いや、でも、ダダ漏れだな。どうしよう。塗ってみよう。塗ろう。ここまでいったら。塗っちゃおう。このね、中をちょっと黒く塗ります。こんな感じで塗りました。これでちょっとマシになってくれたらいいんですけどね。あとですね、ちょっと、
入りが悪いので、ちょっとこの部分をね壊したくはないんですけど、うまくねライトを前側に持ってこれないので、ちょっとここね折ります。ここ折るとだいぶライトがね前へ詰められるので、これでちょっとねどうなるのかちょっと見てみたいと思います。ではいきます。ライト前にやった方がいいんですね。うん、だいぶ明かりがいい感じになったのと、色の漏れは少しだけマシになってる感じですね。ではこれでいきます。はっ、うん、あー、だいぶマシになってる。いってますよね。うん、今度こっちの色見たいですよね。こっちの色、こちらのね4番さんに押してもらおうと思います。これで後ろから押してもらえればいい感じの色になるんじゃないかなと思います。よいしょ、いきます。さあどんな感じで現れるんでしょうか。いや上からだったらねちょっと光ってるような感じに見えますけど、正面だとそんなに目立たないですね。まあこんな感じです。こんな感じですね。うん、まあいい感じですね。はい、いかがだったでしょうか。まあ改造して走らせてみたんですけど、やっぱり500系のテコロジーじゃないので、まあどうしてもね、まあ無理やり入れたみたいな感じになったんで、うまくね光が出てないというか、タイプエヴァ改造した時みたいに、まあ、しっかり光らないっていうんですかね。まあこんな感じで、これだったらしっかりとねこうやって光るんですけど、まあ、特に上側の赤いライトなんですけど、まあ、暗くして走らせれば、まあ、それっぽい感じの光が出たんで、まあ、やりたかったことなんで、まあ、納得かなっていう感じなんですけど、決しておすすめはしません。はい、ということで、まあ、今回はテコロの500系の代わりに923型ドクターイエローのテコロジーを使ってハローキティ500系新幹線の後尾車のライトつくように改造してみました。ありがとうございました。